アレクサンドロス、870年頃から913年6月6日は、東ローマ帝国マケドニア王朝の第三代皇帝。同王朝初代皇帝バシレオス一世の子で、同、第二代皇帝レオン六世の弟。兄のレオン六世やステファノスとは違い、バシレオス一世とエウドキア・インゲリナとの間に、生まれたことが確実な唯一の男子。名前は、 バシレオ水星がテママケドニア出身だったため、アレクサンドロス三世にちなんで命名されたと考えられる。長兄のコンスタンティノスが没死した後、879年に共同皇帝となった。883年から886年にかけて、レオーンが後継者の地位を剥奪されていた時期には、アレクサンドロスがバシレオ水星の後継者とされていたと考えられる。 おそらくこの時期に結婚したが、中世子供はいなかった。レオーン六世の知性の間、共同皇帝として何ら実務に関与することなく過ごす。兄との仲は、あまり良いとは言えず、聖マキオス教会で、レオーン六世の暗殺未遂事件が起きた時には、関与を疑われたこともある。しかし、それでも、912年に、レオーン六世はまだ幼少であった息子の、 コンスタンティノス七世への貢献を委ねて没した。権力を握ったアレクサンドロスは、レオーン六世の政策の多くを変更し、ことわに読めで交代号のゾエカルボノプシナに敵対的であった。まず総主教のエウティュミオスを罷免して、レオーン六世と再婚をめぐって対立して、追放されていたニコラオス1世ミュスティコスを復位させた。また八百九十六年に第一次ブルガリア帝国と、 結んだ和訳を破棄して、功労金の支払いを打ち切った。そのため、シメオン一世が再び、ブルガリアが侵攻する原因を生んだ。さらに、ゾエ・カルボノプシナの親族で、イスラーム艦隊に敗れて撤退してきたヒメリオスを、公鉄、投獄した。913年6月6日、在位わずか1年にして病死した。彼は貢献していた、コンスタンティノス七世によって後継されるが、 なお幼児だったため、ニコラオスイセイミュスティコスやステファノスカローマリアスラに、コンスタンティノスの貢献を依頼して没した。聖ソフィア大聖堂に、彼の全身を描いたモザイクが残されている。ありがとうございます。